タ商人、正則像鎌倉時代少年寺は、福井県堺市丸岡町長崎にある寺州の寺院。3号は、長林山。陰号は、大城院。この寺は、室町時代に作られた縁起によれば、721年に、天正天皇の直を得て、大将大使によって開かれたと創建され、1290年ター正則によって、寺州に改められたという。 吉貞公母所、日田吉貞が1338年に越前国藤島の東明寺縄手の戦いで戦死すると、次週によって意外が王上院に運ばれたと大平記にある。この王上院が当時とされている。当時境内に吉貞母所があった。室町時代には、御花園天皇や室町幕府三大将軍、足利義満、八大将軍、 足利義政の祈願書となり、その他武将の稽古を得た。後に徳川将軍家の工芸員となって栄えたが、明治政府による反石奉還の影響で無断下無法録となり、経済的危機にさらされた。やがて寺はもぬけの殻になったが、それを救ったのは、広島県尾道の海徳寺住職、高尾玄師であった。1914年に再建を果たし、 1937年には、日田港600回帰法要を取り行った。その後も福井地震によって、存続の危機に立たされるも、多くの人々の協力、支援により、今なお人々に愛される寺院となっている。近くにあった松寺の孔明院は蔵を経営していた。また三国港から日本海を通じて、交易を行っていた。そのため、越後国府中に、 同盟の寺もできた。高田城下に移転した。門前に、明智光秀が、越前国の朝倉義景氏漢寺に住んでいた。これは、史実とは別に、明智軍記として脚色され、広く読まれた。妻を置いて、全国武者修行した創作の物語にちなんで、松尾芭蕉が、ガツサビーを明智が妻の話せむと読んでいる。歴代住職の阿ゴは、 そのあである、ありがとうございます。